こんにちは。まなまなです。まなです。二人合わせて、まなまやです。イエイ。はい、今日の動画は、カラコンを作ってくれる素敵な動画そうなんです。今ここにあるんですけど、今回付け比べしていくカラコンはティアモさんの、今回ナチョスちゃんがプロデュースしたカラコン、この前私たちカラコン撮影したんですけど、それのね4種類あるんで、それをやっていこうと思います。イエーイ。前私たちが撮影でもつけたやつからいこうかな。撮影つけたやつ2個あったし、そう、モカオリーブを私たちはつけました。チョコブラウンだったっけな、確かつけたね。じゃあ早速モカオリーブをつけていきたいと思います。はい、これ前つけた時もさ、めっちゃ漏れた。これはモカオリーブです。ちょっとハーフっぽい感じ。そう、中がすごい立体感があって、お人形さんになれる目かなって。え、自分一番これが好きかもしれない。私全部つけてないなんか前の撮影した感じ的にこれが私的には好きかもしれない。モカオリーブはこんな感じでした。この前の撮影もブラウンとオリーブ。そうそうそう、このカラコンは優しめな目になれて、縁が結構しっかりあるからチルッとした瞳になれて、甘いメイクとかにも合いそう。このナチュラルカラーですね。ね、すごい普段使いが一番前髪が普段使いが一番できるカラコンかな。マヤの使ったやつにめっちゃ似てるから、ね、なんか前でいつもつけてそう。似合う。優しめな目になれます。どう、全部 14.3 だ。まあ、いつも 14.5どうかな。だから大きすぎなくてっていう感じじゃない、ナチュラルに。これナチュラルね。え、すごい一番普段使いができそうなカラコン。じゃあ次はヘーゼル。それこれ初めてだね。結構明るめの色に見えるけど、どうなんかな。今めっちゃ1年生の時とか使っとった。うん、いいんじゃね。え、なんかこれは抜け感がある。茶色いな目になれるって感じ。ハーフな子みたいな。すごい、うん、え、前11時こんくらいの色だった。なんかこれで色素薄い系のメイクとかしたら、もっとなんか色素薄い系女子とかになりそう。なんか透明感のある女の子なれそう。こんな感じです。よし、ちょっと一番茶色みがしっかりしてるから、明るい茶色って感じ。かわいい。これラスト、最後がホイップグレーです。ホイップグレー、かわいい。いきなりなんか姉妹みたいな。ホイップグレー、え、グレー気になるんやけど。え、すごい外国人みたい。なんかメイクを変えたらもっと合いそう。今二人ともなんだろうな、暗めの髪だったり暗めのメイクをしちゃってるけど、ねえ、これもっとさ明るめなメイクにした時に一気にお人形さんにまたなりそうな感じじゃない。あ、青が強いみたいな。そうそう、存在感が強い。だからちょっとブルーっぽいかも、どちらかといえば。どうかな、くっきりしてる。なんかハーフ系女子一番。そう、そう感じ、うん、そう感じですね。これでハーフっぽいメイクとかしたら最高かもしれん。一気に顔つきが心配するよ。本当だ、でも似合ってる前に。うん、うん、
思った。キラキラしてる目が。なんかこのブルーだからかわかんないけど、すごいキラキラしてるの目が。キラキラする。一応全部つけ終わりました、うん。どれが一番良かった？好きだった？でもやっぱし普段使いできやすいのはブラウン。ギャルっぽいのは、うん、これマーマレードヘーゼルね、うん、すっごい明るい茶色になる、うんうんうん、発色いい感じで、この何オリーブはなんかほんまにモカオリーブ、ほんまになんかハーフっぽい感じ、うん、すごい。でなんか同じさ、そのグレーのやつもハーフっぽいんだけど、こっちのモカオリーブと違って、うん、なんかナチュラルハーフと、うん、ガッツリハーフ、ハーフ、うん、そう思った自分。でも一番好きなの自分モカオリーブかもしれない。なんかモカオリーブはなんかあのカラコンだけでお人形さんになれる目になるかなっていう感じがするから、一番好き。でもどれもなんかメイクによってカラコンだけでもすごい印象が変わったから、前の今の顔だったらブラウンが普通に一番似合う、うんうんうん、でもヘーゼルもいけると思う、うんうん、ヘーゼルはあのちょっと化粧が、うん、薄い人よりがっつりしてる人が似合うと思う、このヘーゼルは。ね、確かに。はい、じゃあ今回はカラコンの付け比べをしてみました。どうだったかな、うん、ちょっと参考になればいいなと思います。写真もね、見比べて、そうそうそう、ぜひ気になった方は概要欄にそのナチョスちゃんプロデュースのカラコンの方を詳細貼っておきますので見てください。はい、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。